ふさわしい娘だ。さあ来るのだ。嫌よ、連れて行かれるぐらいならここで死ぬことを選びます。その方が手間が省ける。どうせ我が主の花嫁となれば死など意味すら持たぬのだ。 待つのだ、シャフト。これはドラキュラ様、こんな所にわざわざ来られずとも。その娘、我が宿敵ベルモンドと関わりがあるようだ。生かしたまま連れてこい。面白い思考を思いついた。仰せのままに、主の命令だ。しばらく眠ってもらおう。 丁重にもてなしてやろう、ベルモンド。
Two!
この娘、このような力を持っていたとは。ドラキュラ様への良い土産と。貴様、何をしている？その無知、ベルモント、まさかこんなところに。仕方あるまい。待て！気がついたみたいだな。お兄ちゃん、誰？俺はリヒター・ベルモンド。君をさらった悪い奴を懲らしめに来たんだ。私はマリア・ラーネット。あ、もしかしてお兄ちゃん、アネットお姉ちゃんが言ってた人？アネットを知っているのか？どこにいるんだ？ここに連れて来られた時、しばらく一緒だったんだけど。そうか。私も手伝う。何を？悪い人、やっつけに行くんでしょ？ダメだ。おとなしく家に帰るんだ。パパとママが心配してるぞ。いないもん。パパもママも殺されちゃった。そうか。悪かった。だからマリア、絶対に行くの。それとこれとは話が別だ。危険すぎる。行くったら行くの。今のは一体？さっきの男が言っていたこの子の力ってやつか。よくわかんないけど、これなら行けるよね。ダメだって言っても効き目はなさそうだし、仕方ないな。やった！だけど危なくなったら必ず逃げるんだぞ。